CPU、CPU、CPU、中央処理装置は、コンピュータにおける中心的な処理装置、プロセッサ。CPU と、プロセッサと、マイクロプロセッサという語は、ほぼ同義語として使われる場合も多いが、厳密には以下に述べるように若干の範囲の違いがある。大規模集積回路、LSI の発達により、一個ない四極少数のチップに、 全機能が集積されたマイクロプロセッサが誕生する。以前は多数の小規模集積回路。さらにそれ以前はディスクリート化なる巨大な電子回路がプロセッサであり、CPU であった。大型汎用機を指すメインフレームという語は、もともとは多数のかフレームからなる大型汎用機システムにおいて CPU の収まる用部、メインというところから来ている。また、 パーソナルコンピュータ全体をシステムとして見たとき、例えば電源部が制御用に内蔵するワンチップマイコン、マイクロコントローラはシステム全体として見た場合には CPU ではない。CPU は記憶装置上にあるプログラムと呼ばれる命令列を順に読み込んで解釈、実行することで情報の加工を行う。CPU はコンピュータ内での演算を行う中心であり、 CPU は通常はバスと呼ばれる信号線を介して主記憶装置や入出力回路に接続され何段階かの入出力回路を介して補助記憶装置や表示装置、通信装置などの周辺機器が接続されデータやプログラムなど情報のやり取りを行うこのような CPU を用いたプログラムによるコンピュータの 逐次動作がほとんどのコンピュータの基本的な動作原理となっている。記憶装置上にプログラムを配置してからプログラムを実行する方式をプログラム内蔵方式という。現在の CPU は部品としてはプロセッサの一種である。プロセッサの多くはマイクロチップとして実装されており、マイクロプロセッサや MPU、マイクロプロセッシングユニットと呼ばれる。 また、算術演算機能を強化し信号処理に特化したデジタルシグナルプロセッサー、DSP やメモリや周辺回路を搭載し組み込み機器制御を目的としたマイクロコントローラー、マイコンなどの展開し登場している。専用の電子回路に比べると実行速度は遅いが、プログラムを変えるだけで多様な処理が行えることから、非常に多岐にわたる用途に使用でき、 専用回路に比べ設計、修正が容易である。このため、CPU はおよそあらゆるシステムに内蔵され、現代の産業や生活の屋台骨を支える存在にまで普及している。現在最も普及している CPU アーキテクチャとして、ARM ア,アーキテクチャが挙げられる。ARM ア,アーキテクチャは1991年から数え2008年、初頭に出荷個数が100億個を超えるなど、 加減製品から工業製品、携帯機器などに至る多くのシステムに組み込まれ、機器制御を司っている。また、PC など、現在の汎用コンピュータ製品における多くのシステムのメイン CPU に X86 アーテクチャが用いられており、インテルの X86 系 CPU 出荷数は1978年6月9日の8086。 発売から2003年までの25年で10億個を超えた。CPU の構造は1949年に世界最初のストアードプログラム方式コンピュータであるエドサックが発表された時点ですでに基本的原理が確立している。CPU の発達はプロセス技術の微細化による高速化、命令の各処理工程の並列事項、命令パイプライン、演算パイプライン、 命令の並列実行、スーパースケーラ、ベロエ、データ演算の並列化、深度演算、複数プロセッサコアの実装、マルチコア、複数スレッドの同時実行、同時マルチスレッディングなどに支えられている。CPU は、全体を制御する制御装置、演算装置、データを一時記憶するレジスタ、メモリなどの記憶装置とのインターフェース、周辺機器との入出力装置とのインターフェース、 などから構成される。その他不動小数点演算を行う、不プ不動小数点演算ユニット、レジスタより多くの情報を一時記憶する、キャッシュメモリ、ドマコントローラ、タイマー、シリアルインターフェースなどの機能を CPU と同一 IC 内に持つものもある。また、メモリから読み込んだ命令号内部的なオペレーションに置き換える変換部を持つものもある。 クロック同期型の CPU は、クロック信号によって、規則正しいタイミングで各部の動作を統制されている。同じ CPU であれば、クロック周波数が高い方が高速に動作し、一定時間に多くのことを処理できる。1クロックで処理できる内容は、CPU の設計により異なり、複数クロックで一つの機械語命令を実行するものから、 一クロックで複数の命令を同時に実行できるものまである。クロック周波数が 1GHz の CPU は、基本回路が1秒間に10億回の動作をする。多くの CPU では、大まかに言って、制御装置が命令の解釈とプログラムの制御の流れを制御し、演算装置が演算を実行する。高性能な CPU や、ヒノイマン型の CPU や、 画像処理向けの CPU は同時に複数の命令を実行できるように複数の実行部を同一 IC 内に持っているものがある。ノイマン型 CPU の基本的な動作はその実装に関わらずプログラムと呼ばれる命令列を順番に実行することである。プログラムは数値列として何らかのメモリに格納されている。CPU ではフェッチ、デコード、 実行という三つのステップが、ほぼ必ず存在する。最初の段階であるフェッチとは、実行すべき命令、ある数値、または数値の並びをプログラムの置かれたメモリから取り出すことで、ある。メモリ上の実行すべき命令の位置は、プログラムカウンターで指定される。プログラムカウンターは CPU が現在見ている、プログラム上の位置を示しているとも言える。命令、 フェッッチに使用さされれるる。と、プログラムカウンタは、した分だけ増加させられる CPU がメモリからフェッチした命令によって CPU の次にすべきことが決定される。デコードでは命令を CPU にとって意味のある形式に分割する。命令を表す数値をどう分割するかはあらかじめその CPU の命令セットで決定される。 命令の一部の数値は命令コードと呼ばれ、実行すべき処理を指定する。その他の部分は、オペランドと呼ばれ、その命令で使用する情報を示している。例えば、加算命令のオペランドは、加算すべき数値を示している。オペランドには数値そのものが書かれていたり、数値のある場所、メモリのアドレスかレジスタの番号が書かれている。古い設計では、デコーダ、デコードを行う部分は、 変更不可能なハードや部品だった。しかし、より複雑で、抽象的な CPU や命令セットでは、マイクロプログラム方式がしばしば使われ、命令を様々な信号に変換するのを助けている。このマイクロプログラムは書き換え可能な場合があり、製造後でも命令デコード方法を変更することができる。フェッチとデコードの次は、実行ステップが行われる。このステップでは、 CPU の多くの部分が接続され、例えばマルチプレクサを切り替えるなどして指定された操作を実行する。例えば加算を要求されている場合、加算機が所定の入力と接続され、出力と接続される。入力は加算すべき数値を提供し、出力には加算結果が格納される。加算結果が大きすぎてその CPU に扱えない場合、算術オーバーフローフラグを フラグレジスタ、ステータスレジスタにセットするリスクではフラグレジスタが存在しない場合もある。入力や出力にはいろいろなものが使用される。演算結果が一時的かあるいはすぐに利用される場合にはレジスタと呼ばれる高速で小さなメモリ領域に格納される。メモリも入力や出力に使われる。レジスタ以外のメモリは低速だがコスト的には 一般的なメモリの方が安価であり、大量のデータを格納できるため、コンピュータには必須である。いくつかの命令は、プログラムカウンターを操作する。それらは一般に、ジャンプ命令と呼ばれ、ループを構成したり、条件分岐をしたり、サブルーチンを実現するのに使われる。また、多くの命令は、フラグレジスターを変化させる。それらのフラグは、プログラムの動作に影響を与える。 例えば比較命令は2つの値を比較してフラグレジスタにその代償を示す値をセットする。そしてその値を使用してその後の処理の流れを決定するのである。命令を実行後、同じ流れが繰り返されて次の命令をプログラムカウンタに従ってフェッチする。もっと複雑な CPU では複数の命令をフェッチし、デコードし、同時に実行することもできる。 しかし、基本的にどんな CPU でもやっていることはここで、説明した流れと同じである。現代の CPU のような装置が出てくる以前、エニアックのような計算機は、実行する処理の内容を変えるたびに、物理的に配線を変更していた。このような機械では、プログラムを変更するために、物理的に再構成する必要がある。例えばエニアックなどでは、 タッチパネルが使われたことから、プログラム固定計算機と呼ばれることがある。お、エニアックは、非常に限られた機能と性能になるが、ある程度は、プログラム内蔵方式的な動作もできた。CPU は、一般にソフトウェア、プログラムを実行する装置として定義されるため、CPU と呼べる、最初の装置は、プログラム内蔵方式のコンピュータからである。 プログラム内蔵方式の考え方は、エニアックの設計時にすでに存在していたが、マシンの完成を早期に可能とするため、エニアックの初期段階で採用されなかった。エニアックが完成する以前の1945年6月30日、数学者のジョン・フォン・ノイマンの名で、ファーストドラフト・オブ・エイレポート・オン・ザ・エドバックという報告書が公開、配布された。この中で、 プログラム内蔵方式のコンピュータの設計について、解説されているアイディアの元は、エニアックのプロジェクト中に検討されたもので、ノイマンは、ジョゲニクとして加わり、報告書の執筆者は、ノイマンである。報告書の著者がノイマンだけとされたことやアイディアを誰の功績と見るかについては、諸説ある。この報告書は、エドサックなどに影響を与えた。 エドバックは1949年8月に一応の完成を見、アバディーンに移された、モークリーとエッカートの離脱、理由については、諸説などがありごたついた。運用に入ったのは1951年。エドバックは様々な命令の集まりを実行するよう設計されていた。命令を組み合わせることで実用的なプログラムを構成し、エドバックで動作させることができたのである。 ことにエドバックではプログラムは高速なメモリに格納されており物理的に配線を変更することで指定されるものではない点が重要である。ノイマン型の設計ではエドバックで動作させるプログラムを変更するにはメモリを書き換えればよかったのである。ノイマン型はプログラム内蔵だけでなくプログラムがデータとして書き換え可能である点まで含む点に注意。結果として ノイマン型で先に完成したのは、エドサック、1949年やメンチエストルマーク、愛の試作機ベビー、1948年である。エドバックは先に設計が始まっているが、設計者間のゴタゴタがあって完成が遅れた。また、アイデアレベルでは、ツーゼ Z3 を1941年に開発しているコンラットツーゼもそれ以前に、プログラム内蔵方式、 書き換えでない点に注意を考案ていた1936年に特許申請しているがアメリカに出願した際にチャールズ・バベッジの解析機関との類似を指摘され特許は成立していないツーゼはこの時までバベッジの業績を知らなかったと思われるなお Z3 は1998年にチューリング完全であったことが示されているデータとプログラムを 同じ記憶装置に格納するかどうかという点が異なる方式としてハーバードアーキテクチャがある。これはエドバック以前に完成したハーバードマーク I に由来する。同期では3アナテープにプログラムを格納した。ノイマン型とハーバード型の大きな違いは、後者が命令とデータの格納場所と扱いを完全に分離していることであり、前者はどちらも同じ記憶領域に格納する。 汎用 CPU は基本的にノイマン型であるがハーバードアーキテクチャも部分的に採用されているキャッシュメモリなどデジタル機器としての CPU は状態を変更したり表現したりするために何らかのスイッチを必要とする電気機械式から電子式への移行機にはリレイや真空管がスイッチとして使われたこれらは従来の完全な機械式よりも高速に スイッチを切り替えられたが、チャタリングをはじめ、コイル、インダクタによって発生する高電圧などの問題があった。一方、真空管は、チャタリングは起こさないが、機能するには、熱が必要であり、劣化により動作中に、仮想度の電子放射能力が減退、エミッション減退して、動作不能になってしまう。真空管が劣化、故障したら、故障した部位を特定して交換しなければならない。 したがって、初期の電子計算機は高速化は実現したものの、電気機械式計算機よりも信頼性が低かった。エドバックのような真空間計算機は故障と故障の間の平均時間、MTBF イコールミーンタイムビトインフェイリアは約8時間であったが、ハーバードマーク I のようなリレー式計算機はほとんど故障しなかった。しかし、信頼性よりも性能が重視され、 真空間式計算機が主流となっていった。当時の同期式 CPU のクロック周波数は現在の CPU に比較すると非常に遅く 100kHz から 4MHz 程度であった。これは当時の論理素子、真空間のスイッチング速度によって限界が定められていたのである。CPU の設計と複雑さの進化は さらに小型で信頼性の高い電子部品を使うことで達成された。その最初の進化は新たに発明され急激に性能の向上したトランジスタの利用である。これによって1950年代から1960年代にはかさばって信頼性の低い真空管やリレーは使われなくなりトランジスタ製 CPU が主流となった。この改善によって さらに複雑で信頼性のある CPU を1枚から数枚のプリント基板で構成できるようになったのである。1964年、IBM が発表したシステム360アーキテクチャはいろいろな性能と大きさのコンピュータとして実装され、それらのシリーズではプログラムを変更することなく動作させることができた。当時、たとえ同じメーカーであってもサイズの違うコンピュータは 互換性がないのが普通だったのである。この改善を成し遂げるため、IBM はマイクロプログラム方式を採用した。これは現在の CPU でも広く使われている手法である。システム360は大変な成功を収め、その後数十年間メインフレーム市場を支配し続け、現在の Z アーキテクチャーに至っている。同じ1964年 DEC も PDP-8 という構成に影響を与えたミニコンピュータを科学分野や研究分野に向けてリリースした。DEC は後にさらに広く使われることとなる PDP-11 シリーズ発表したが、このシリーズは後に集積回路 IC が使えるようになると、それを使ったバージョンも製造されている。トランジスタを使った CPU では、 新たな設計上の工夫をする余裕が生じ、深度やベクトル計算機と呼ばれるものが出現した。そのような初期の実験的設計は、後にクレー社の製造したスーパーコンピュータのベースとなっている。トランジスタを使ったコンピュータは、それ以前のものと比較していくつかの明確な利点があった。 信頼性向上と消費電力低下はもちろん、トランジスタによるスイッチは切り替え時間が劇的に縮みされたため、CPU が高速化されたのである。トランジスタによるコンピュータでは、動作周波数は数十メガヘルツまで高速化された。1970年代中頃に登場したマイクロプロセッサにより、CPU などに使われるプロセッサは1チップの 大規模集積回路、LSIIC に集積されるようになった。当初は当時の微細化の限界から4ビットや8ビットのプロセッサであったが、1980年代には16ビットや32ビットで、それに加えプロセス保護などメインフレームに追いつくような機能を持つもの、周辺機能やメモリ等を集積した、いわゆるワンチップマイコンなども多数現れた。 もう一つの特色は MOS。特に1980年代後半からは CMOS であることである。電理上、消費電力は抑えられるが、当初は遅かったことから、電卓など消費電力が重要で速度が重要でない分野から広まったが、微細化が進めば進むほど静電容量が減り高速化できるという特徴あり、デナード速、動作周波数は当初の1程度から、 2010年代には数ギガヘルツまで上がっている。微細化はより多くのゲートを乗せることができるということでもあり、より複雑で高性能なプロセッサが作られるようにもなった。ただし近年は性能向上以上に複雑化が進む傾向であるポラックの法則。微細化による集積度の向上の傾向はムーアの法則により定性的にモデル化されている。複雑さ。 大きさ、構造、一般的な形状は、この60年間で劇的に変化したが、構成の多の基本的なコンセプトは、大体1960年代に初めて現れた、というものが多い。例えば、アウトオブ、オーダー実行の方式である、スコーボーディングもトモスロのアルゴリズムも、最初に考案されたのは1960年代である。21世紀現在のコンピュータは、 ほぼすべてが日論理方式であり、そのうちのすべてではないがかなり多くが日論理に数の表現法として日地法をマッピングして演算などを行っているが、メインフレームや電卓用に特別に設計されたマイコンなどには講義の二進化重心表現に含まれるような方式でハードウェアによって直接に重心の計算を行う機能が強化されているものもある。 1>, 1ビットが日地方の1桁である。ビット数をビット幅などとも呼ぶ。例えば、ビット幅やデータバス幅が8ビットであるため8ビット、CPU と呼ばれる CPU では、主なレジスタ等の幅、あるいはデータバスの幅が8ビットである。8ビットでは、皮膚整数であれば日地方8桁で表せる範囲で、ある2の8乗1まで、つまり、 0から255の範囲の整数が表現できる。また、アドレス幅は CPU が直接にメモリを指し示すアドレッシングする範囲を制限する。例えば、アドレス幅が32ビットの CPU では、その CPU が直接指定できるアドレスの範囲は2の32乗、つまり42億9496万7296個の異なる位置になる。 システム360以降の多くの命令セットアーキテクチャ、ISA では1バイトがアドレス付けの単位であるため、バイトアドレッシング4ギ B のメモリに直接アクセスできるということになる。これらは CPU のデータ幅やアドレス幅による単純な分類方法であり、実際の CPU ではデータ信号線やアドレス指定方法に工夫することで、 外部的に少ないデータバス幅や内部的に少ないアドレスでも効率的にメモリアクセスできるようにしているものがあるためこういった分類は多少複雑になっている CPU を表現する場合のビット数の意味は以下の通りである1990年代以降は4ビットから64ビットまで多様なビット幅の CPU が製品化されている高ビット幅の CPU は 機能や性能が高い反面、高収積化や回路の複雑度から高価格で消費電力も大きく、低ビット幅の CPU は機能や性能が制限される代わりに安価で低消費電力であるなど特徴があり、状況に応じて使い分けられている。1990年代後半から21世紀に入って、 パソコン用 CPU で一般化したメインフレームではもっとずっと前から一般的だったが、幾分新たな CPU 高速化技術については、複数 CPU の搭載マルチアやベロエ、スーパースケーラなどがある。CPU のビット数による用途の例を示す。上記の分類に当てはまらないものとして、過去には互いに結合し、自由にビット長を増やすことができる方式の CPU があり。 これは、ビットスライスプロセッサと呼ばれた。代表的な製品に、AMD の AM2900 シリーズなどが挙げられる。AM2901 は、スイス連邦工科大学のリーリスワークステーション等に、使用されていた。またデータを、バイト単位で扱う CPU、バイトマシンのほか、ワード単位で扱う CPU、ワードマシンもある、日本電気のアコスマイナス6など、 最も基本的な CPU の低消費電力化技術は低電圧化であった。ロジック動作の信号線の電圧を低電圧化することは低消費電力化につながると同時に信号をはい、とローの間で高速に変更できるた、動作速度の向上にも寄与した。当初はリレーのような数十ボルトの動作電圧だったが、1980年代には 5V が デジタルコンピュータの標準的な動作電圧となり、1990年代には内部回路が 3V 程度の低電圧化を取り入れ始め、外部との信号線でも同様の低電圧化が行われる頃には、CPU の内部ではさらに低い電圧が採用されるようになった。2000年代末には内部的には 1V 弱まで低電圧化が進められ、当時はノイズ耐性を考慮すれば、 ほぼ限界であると考えられていたが、その後もマイクロプロセッサの低電圧可能数制は、続き、2013年に登場したク o ーク X1000 は、最低 0.28V の超低電圧動作が可能である。ほとんどの CPU、もっと言えば、ほとんどの順序回路は、同期式である。つまり、CPU は、同期信号に従って動作するよう設計されている。この信号は、 クロック信号として知られていて、一定周期の区形波の形であることが多い。電気信号の電波速度から CPU 内の信号経路の長さを考慮して、クロック信号の周波数が決定される。この周波数は信号電波の最悪ケースを考慮して決めなければならない。最悪ケースを考慮して周波数を決定すれば CPU 全体が波形のエッジ部分で動作する。 要設計でき、CPU の設計を簡略化できると同時に、トランジスタ数も減らすことができる。しかし、この設計手法の欠点として、CPU 全体が最も遅い部分を待つように設計しなければならず、全体の高速化がその遅い部分によって制限される。この制限に対処するために命令パイプラインやスーパースケーラといった手法が取られてきた。 パイプラインだけでは同期式 CPU の問題をすべて解決することはできない。例えば、クロック信号は他の電気信号の遅延に影響される。クロック周波数が高くなり、さらに複雑な CPU を動作させようとしたとき、全回路を同期させるのが困難になってきた。このため、新たな高性能 CPU では一つのクロック信号で CPU 全体を同期するではなく、 いくつかのクロック信号で各部分を個別に同期させるようにしている。また、クロック周波数が高くなるにつれて CPU の発熱が大きな問題となってきた。クロック信号がはいとローを繰り返すことで多くのロジック回路が同様にはいとローを繰り返し、その回路が演算処理に使われていない時でもクロック信号が供給されている間は無駄にどうして発熱する。 21世紀現在 CPU に使用されている半導体回路では信号電圧をハイかローに保持し続けるよりもハイからローやローからハイへ移るときに多くの電気エネルギーを消費す。このため CPU に高速処理能力を求めるとクロック周波数が高くなり発熱も多くなってさらに冷却する必要が生じる。つまり無駄に クロック信号を供給することを止めれば、電力消費は抑えられ発熱も小さくなる。このように、演算処理に関与しない不要ブロックへの、クロック信号の供給を止めると呼ばれる手法がある。クロック信号で全体を一斉に動かすのをやめる、という手もある。非同期設計には独特の手法が必要で、同期設計と比較すると非常に難しい点があるが、 消費電力と発熱の面で大きな利点がある。SRAM などでは、クロックと関係なくアクセスできた方が扱いに便利な場合もあり、非同期 SRAM はごく一般的な製品である。また、演算回路など一般的なプロセッサ内部の一部に使われることもある。一般に市販された製品としては、非同期設計を表に出したマイクロプロセッサはあまり一般的ではないが、 研究室での試作といったレベルでは研究、試作は盛んに行われており、日本のものでは南谷らによる対策などが知られている。海外ではマンチェスター大によるアームベースのアンヤレットは技術的ではない理由で中止にはなっているが、市販品に使用される予定があった。他に MIPS、MI R3000 ベースのミニ MIPS ミなどがある。クロックを完全になくするのではなく、部分的に 非同期化することで性能を高める工夫としては、非同期演算装置を使って、スーパースカラーのパイプラインを構成することで演算性能を上げようとし、設計などがある。同期動作する CPU に比較して性能が向上するかどうかは定かではないが、少なくとも原理的には効果が期待できる。ただし、21世紀以降に登場している最新の 高性能 CPU で使用されている半導体回路技術、プロセス技術では消費電力に対するリーク電流の比率が大きくなり、リーク電流はクロック信号の有無に関係がないために、この供給停止だけでは大きな効果がないようになっている。このような高性能 CPU では、クロック信号の供給停止だけではなく、動作していないモジュール等への電源供給そのものを、 遮断すると呼ばれる技術も用いられている。これまでは高性能化した CPU が消費する大電流をロジック回路に最適化された半導体回路技術、プロセス技術で制御することは容易ではなかったが、ようやく解決されて2009年現在、市販製品に利用されつつある。CPU を中心に拡張された電子部品にマイクロコントローラー、マックがある。 この幕は CPU に加えてプログラム格納用を含む半導体メモリや g p オとシリアル用 DAC、ADC といった各種入出力機能にタイマーや DMAC にクロック回路必要に応じて DSP やフラッシュメモリなどの周辺回路を一つのパッケージに内蔵して主に小型の組み込み機器の制御に使用される CPU セントラルプロセッシングユニットという用語は、コンピュータシステムにおいて、中心的なプロセッサユニットというような意味である。以前は、プロセッサユニットとしては CPU のみがあるというコンピュータがもっぱらであったので、ほぼ同義語という面があったが、近年は GPU など他にも多数のプロセッサがある場合も一般的になっている。マイクロプロセッサについては、 メーカーによる用語の違いという面もあるが、MPU、マイクロプロセッシングユニットという語もある。日本においては、半導体由来であることから、古くからのトランジスタの故障、あるいは、一般の集積回路等と同様に、石と呼ぶことがある。また、比喩的表現、簡易法でコンピュータ本体を指すこともある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。